ございません。教会の人とハグしたことも覚えてません。写真を見てみると薄々思い出しました。署名して推薦状もらっても全く覚えてません。大臣かばってる総理も質問の意味がわかりません。お友達の元幹事長のお金の使い道も聞いてません。確認してくださいと言われても信じてるというだけ。10億円の資金書も総理は一切聞いてません。ああ確定申告するのが本当にアホらしい。ああこの国は銀の裏金脱税天国、収支報告の訂正が不明不明でテキトーすぎる。裏金脱税は許さない、政治資金なら免税ですか、使い道を何に使ったのか全くわからない。国民に対しては説明責任を全然果たしてません。ウラガネ脱税天国、ウラガネ脱税天国。